こんにちは、エウレカです。今回は歌マクロス衣装特別演出コレクションシェリルさんの第15回、銀河2作は歌の花道、見てまいりましょう。文化と人類本存続のため宇宙へ旅立ち、幾光年銀河と世代を超える果てなき旅路よ、ああ人生はデカルチャー。なんかいつもとは全然雰囲気違う感じでまとめてきましたけど、いい感じですね。あ、なんか背後にね、徳川なんでしたっけ、徳川なんだっけ、喜一郎さんだったかなの絵があります。いいじゃないですか。プレート見てまいりましょう。星5プレートが2種類ですね。1個はレアリティアップできておりませんが、華やかにして妖艶。地球の古い文献に残る芸技の最高位、太夫のごとき華やかさを見せるセレル。艶やかでありつつも品格を感じさせる装いがセリルの美貌をより際立たせている。こんな感じです。あ、まあ確かに、うん、そんな感じですね。で、残念レアリティアップしておりませんが、画像はあります。レアリティアップしますとこんな感じです。胸強調がレベルアップします。すごいですね。もう見えてもおかしい。これ本当に同じ衣装か、なんか微妙に違くないですかね。えこの右手、なんか なんていうんですか、指、中指からは中指に輪がついてて、そこにリングがついてて、輪っかがついてて、そっからなんか布がついてるはずなんですけど、レアリティアップ前に戻すと、あれ、そんなのついてない、微妙に違うぞこれ。どっちが正解なんだ。もう一枚見てまいりましょうか。はい、高校たるし夢胡蝶、これが後から追加されたプレートだったかな。歌にその身を捧げていく数年、交渉17歳、遠い銀河を渡って歌という文化を伝え続けるセレル。時に激しく、そして切なく燃える墓情とともに、その功績は高校と輝き続けている。先ほどの右手、あ、レアリティアップするとそういう風に裾が出てくるっていう、そういうことなのか。これレアリティアップ後の絵ですね。前に行ってみましょうか。あ、わかんない。今度右手が消えちゃった。左手しか見えておりません。あれ、左手こっちだとどうなってる。まあどっちにしろ左手は変わりはないわけで、右手が謎ですね。あとで 3D モデルを見たら、しっかりちょっとそこ右手ね、注意して、もう一回見とこうかな。注意してね。うん、右手なんもないですよね。なんもついてない。おい、あとは星4プレート、これイベントプレートかな。デカルチャーに絶唱。あ、ちょっと見えないですね。ここ右手微妙に見えません。衣装自体はさっきのものと同じっぽいですね。同じで良さそうです。お、来ましたよ、ヤサブロさん。いい感じですね。兄さん。あとはあれ、あー、来た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 、徳川、喜一郎さん、喜三郎さん、喜一郎、どっちだったかな。あれ、今書いてあった、喜一郎だった。やっぱり喜一郎さんでした。同じ事務所の先輩である喜一郎さん。まあそのうちね、シリルさんもその事務所に入ることになるらしいですけど、劇場版では確かこのプレートは出てなかったような気しますね。あ、ここにも喜一郎さんいますね。あとこれね、マクロスセブンからね、マクロスセブンの時もこうなんですよね、こういうねドームね。あー、マクロスってすごいよな、歴史がな。セブンの頃からこういうね移民船団をこう作ってるわけですから。面白いですね、本当に面白い。あ、兄さん、これだ、兄さん。
楽屋へ移動してまいりました。ちょっと背後のプレートね、悩んだんですけど、なんかうまくどれもはまらなくって、しょうがないですよね。やっぱね、立ち位置センターにね、立っちゃってるのでね、この 3D モデルが。ブリリアントノエルからの、オルレアまだ飛ばします。着物マジェスティック。ゾクゾクしちゃうわね。ゾクゾクしちゃうわね。ビューしてまいります。これフィギュアであったやつとは違うのかな。確かフィギュアであったんですよ、こういうね、オイランシェリル。でも若干違うような気もするんだよな。若干ね、若干ですけど、なんかここら辺もちょっと蝶っぽく見せてるような気しません？あちこちね、柄にこうね、蝶々をあしらっておりますが、うん。そしてね、この左胸元に打つ、これちょっと胸元ってなんかこれちょっとごってごてそういうもんなんでしょうけどなんかお腹膨らんでるうん、いつものね、なんかお胸、まあ確かに強調はされてはいるんですけど、ああこのタトゥーもいいですね、なかなか、蝶のタトゥー、いい感じですよ。頭にいっぱいかんざしぶっ刺さってますほい、ちょっと近寄り目で一周回ってみましょうか。うん、夢子蝶、まあかなり蝶をイメージしたような感じで、ほい、縦向き。そうっすね、あれちょっと全身が映ってなかった、もう一回戻します。そうですね、まあ確かにシェリルさんはなんか蝶のイメージとかが、あー、まあちょっとつきまとってき、たまにね、三雲さんの方にも蝶のイメージ出てきたりするんですけど、ちょっとそれは ちょっとそれは違うかなとか思ったりもするんですよね。三雲ちゃんはどちらかというとバラがね、パーソナルアイコンだったような気がするんですよ。うん、はい、縦向きに戻しまして、ほい、ではこれで特別演出見てまいります。シミュレーションライブ会場へやってまいりました。シェリルの宇宙兄弟船、特別演出見てまいりましょう。私についてきなさい。私についてきなさい。演歌といえば要さんということで、早乙女アルト出るぞ。早乙女アルト出るぞ。ワイプには要さんをつけております。似合ってますね。今日もお前のホログラフィーに宇宙カモメが泣いている。2万光年漕ぎ出す空にゃ燃えて眩しい超新星。デカルチャーだよ、人生は中兄弟ブレバサラでやってもなかなか面白かったような気しますね、この演出は。後ろにギターが、後ろでギターが波に揉まれてるとか、なんかそんな感じだったような気がしますけど。アタスはセルルよ。たとえシミュレーションでも絶対に手を抜いたりしないわ。あとでじっくりどんな演出だったかは、あの、個人的に見返しておこうと思います。すごいですね、菅野さんはもうどんな曲でもね、作れちゃうっていうところ。あ、結構ね、イメージインパクト強かったのが、あの、カウボーイビバップっていうアニメかな。アニメ自体はね、なんか途中でもう見るのあんま面白くないなと思って途中で見るのはやめちゃったんですけど、
あの曲自体はね、なんか なんつうのあれ、うん、なんかそういう感じの曲カウボーイじゃないけどなんかそんな感じの曲がすげえかっこいいね曲、うん、また全然曲調の違う、まあそしてねほら、まあ、有名どころで言うと、まあ、もちろんライオンもそうなんですけどアクエリオンとかもね、結構有名な曲で、菅野さんの書いてらっしゃる楽曲で ねありますね。もういろんなこんな演歌まで作ってしまうなんて本当才能で溢れてて羨ましいもんです。ということで今回はここら辺で終了ですね。あとこの楽曲ね、歌マクロスの中で確か一番短い楽曲だったような気がします。シルバームーン、レッドムーンとかよりも確かこっちの方が短かったんじゃないのかな。なんかもっとねこういう曲いろいろと、ランカちゃんの方でね CM ランカ的なやつでねいろいろ入ってます。あとはサービス終了直前のエイプリルフールにねスターライト納豆とかも入ってましたね。あれはでも限定だからそう通常楽曲には入ってこな、最終的には入ってこなかったんですけど残念ながら。スターライト納豆もなかなかいいあれも下手したら新衣装としてね作られてるようなもんです。それとね新衣装として作られたのと同じようなもんですからはい、なかなか面白かったです。今回の宇宙兄弟船も、いやもう単純にも宇宙兄弟船としてシェリルノーじゃなくても入れてほしかった。いろいろそれ以外にもありますよね。トライアングラーとかも坂本真綾さんのトライアングラーとしても入れてほしかったですし、あと最終的にどうしても入らなかったのが風の歌ハインツ様。それこそワルキューレライブでハインツ様ねゲストで登場して歌ったぐらいなのに、オーラサーラとザルドバーサー、あー入れてほしかったな。シャロンアップルが入ったぐらいですからね。そして闇級レイも入ったんですよ。なぜハインツ様だけ入らない。いやまああとはねエルマのプラネットダンスとか、まあ、そういったところマニアックなところもあるんですけどどこかでね切望されてらっしゃる方がねいらっしゃいますが、残念、まだまだマクロス楽曲ね、あるはず。まあそれこそねマクロスゼロでも一応まあ歌がある、あるわけですよね。ああそういうところもっともっと入れてほしかった。悲しい、残念。まあただ、まあ、はっきり言えることはまあやっぱり資金繰り的なところでしょうね。まあもうどうしようもなくサービスが終了していくっていうわけではないですけど、このクオリティを維持するのが難しくなったっていうところなんじゃないんでしょうか。歌マクロスプレイヤーとしてはね全然いる感じはありますので、イベントとかもね、ただどうしてもその課金力っていったところですよね、そういったところがまあかなり多くの方がやっぱり課金をしてっていうようなところじゃないと、もう本当歌マクロスはクオリティ高いですから、このダンスをね作ったりとか、まあ、あと楽曲のね著作権料とかそういったところの支払いもあるでしょうし、うん、そういったところでどうしても人はいるんだけど、このなんだろう閑散としてね殺伐としたゲーム環境になったわけではないんだけど、そのクオリティを維持するためにまあ英断といったところなんでしょうかね。はい、悲しいです。エウレカ的にはやっぱり、うん、風の歌が入らなかったのが悔しいです。悔しいですそうしましたら今回はここら辺で終了といたします。頑張って特別演出もともと最後まで追いかけてまいりますのでよろしくお願いいたします。そうしましたらご視聴どうもありがとうございました。